で、えー、それ以外の予想でいくと、あの、ウクライナとロシアの戦争で、今のところ核を使わない限りは、やっぱその、まあ、さっき説明したんですけど、ウクライナ強すぎ問題っていうのがあるので、なので、その、ウクライナが負けないと思うんですよ。で、ウクライナが負けない限りは、ロシアの負けなんですよ。いや、その、自分たちの国土を守るっていうのは、やっぱり国土を守ってる側の方が強いので、で、国土を守ってる側が負けを認めるパターンって、今までの歴史上、 あの、日本っていう国であったんですよ。今その、本土決戦しようと。1億玉砕しようと。アメリカ人が、あの、日本に来たら、もう竹槍り持ってみんなで戦おうぜっていうので、本土決戦をするっていう決めた国があるんですよ。で、ベトナムとかも、あの、実は、えー、と、その世界で一番強い国はどこなんだっていう、あの、よく議論になるんですけど、 あの、まあ、中国って軍事力強いじゃないですか。で、あの、中国と戦争して勝ったことがある国っていうのでいくと、ベトナムって勝ったことあるんですよ。で、アメリカとベトナムって戦争したことあるんですけど、ベトナム勝ってるんですよ。 なので、あの、実はあの、その、その、勝ったか負けたかっていう勝ち星にいくと、ベトナムって中国とアメリカにも勝ったことある最強国家なんですけど、なぜ最強国家かっていうと、本土決戦をした場合、その国を倒すってめちゃくちゃ難しいからなんですよ。で、ベトナムはナパーム弾は落とされたんですけど、核は落とされなかったんで、本土決戦し続けた結果、諦めたんですよ。 で、アメリカって強い国ですよねってなってるんですけど、アフガニスタンと戦争したじゃないですか。負けたんですよ。アフガンから無条件撤退したんですよ。ああのアメリカ軍って。なのでも、ね、結局、そのアフ、アフガニスタンの人たちが本気で戦って国土守るぜってなっちゃうと、いくら優秀な兵器を持っていてお金もあるアメリカでも、やっぱり勝てないんですよ。なので基本本土決戦って、大体その本土守る側が勝つんですけど、唯一負けた例っていうのが日本なんですよね。 日本も本土決戦やる気満々で、竹槍でもうなんかヘリコ、あのなんか飛行機落とすぜって言ってたんですけど、あの核ミサイル2発落とされて、あ、これ絶対無理だわってなったんですよ。その、広島で何が起きたかっていうのは当時の軍は分かってなくて、あの、一瞬で広島と一切連絡が取れなくなったんですよ。 その、なんかあの、要はその、ミサイル落ちましたって、今だからみんな分かってて、あ、核が落ちちゃうんだなってなるんですけど、その東京のその人たちから見ると、広島からの連絡が一切突然なくなるんですよ。で、広島近郊も一切連絡が取れなくなるんですよ。え、どういうこと って思ってて、どうやら何か新型爆弾のようなものが落ちたらしいっていうのが、周りの地域から連絡が来るんですよね。その広島からちょっと離れた山口県だったりとか、その兵庫県とかから、なんかすげえ光ったけど、なんかあったっぽいよ、みたいな。っていう状態で、あの、広島とんでもないことになったけど、どういう状態かすらわからない。っていう状態が8月6日で、で、3日後に長崎から連絡が途絶えるんですよ。 その3日後の長崎で、あの、何かあったらしいと。でも何があったか分からんけど、連絡がつかないと。で、これはもう防ぐの無理だよね、と。で、そのま、結局じゃあ東京に落とさなかったのは順番の問題で、次東京落ちてきたら、俺たち死んじゃうじゃん、と。で、あの、皆さんご存知ないかもしれないですけど、あの、日本人って、その、日本人を守るために戦争してたんじゃなくて、あの、日本の政治家を守るために戦争してたんですよね。 ではその日本の政治家って、アメリカに負けると、アメリカの人たちから、その、追求されて、あの、死刑になったりとか、刑務所に入れたりするじゃないですか。なので、あの、日本人が死ぬのはどうでもいいんですけど、日本人の政治家が生き残るために、絶対勝てない戦争を続けさせられてたんですよ、日本人は。ところがどこうい、原爆落とされたら、俺たち死ぬじゃんっていうのが、あの、日本の政治家も分かったので、あの、もう全面降伏しますと。なので、あの、 その無条件降伏っていう形で日本は負けたんですよ。で、あの、ウクライナの場合であれば、あの、政治家の人たちも死ぬ覚悟はしてるんですよね。ゼレンスキー大統領は。なので、ゼレンスキー大統領は死んでもいいと思うんですけど、あその死んでもいいと思って戦ってるんですけど、ただその民間の、じゃあ一般大衆がバンバン死んできますってなったら、じゃあさすがにもう俺たち戦うって言えないよねっていう可能性があるんですよ。 で、そのために今、あの、ロシアって、あの、住宅街に、あの、クラスター、その、あの、いわゆる飛行機から、その、あの、ちっちゃい爆弾をバンパン落として、その住宅地とか、あの、団地とかが、バカすか民間人死ぬっていう状態をやってるんですよ。で、地域によっては、もう、あの、廃墟だらけになっちゃったりするんですけど、で、これをやって、これ、やられたくないでしょ、全土で。要は、これだけその民間人が死ぬ状態っていうのを、その、ウクライナ中でやられたら嫌でしょ。だから、 降伏してくださいね。ウクライナ政府さんっていうのを、今、プーチン大統領やろうとしてるんですけど、ただ、その要はその、今、その、住宅街とかに爆弾を落とされてる状態でも、ウクライナやる気満々なんですよ。なので、そうすると、多分、ロシアとしては、あの、まあ、それよりも強い脅しの手段というか、強い手段として、あの、戦、 その、えっ、ー、と、戦略核、戦術核っていう表現があるんですけど、あの、広島とかに落とし、落としたやつっては戦略核って言われてて、都市丸ごとなくなるってやつなんですけど、その、一部分だけ、要はその、な北区だけ、あの、吹っ飛ばすみたいな、あの、そんなに大きな面積を吹っ飛ばさない核で、その戦術核っていうのがあるんですけど、で、戦術核だったら使ってもいいんじゃねっていうのが、あの、プーチン大統領の考え方なんですよ。 要はあの、使える核と使えない核っていう表現をプーチン大統領してるんですけど、あの、要は、広島丸ごとなくなる核はさすがにちょっとでかすぎるから、あの、持ってても使えない核なんですよ。でもなんか、北か赤羽ぐらい吹っ飛ぶんだったら、まあまあ、いいんじゃない北区民だけでしょみたいな。で、足立区民とかが死ぬんだったら、それはそれで治安良くないからいいんじゃないのみたいな感じで、その、ある一部の町だけ吹っ飛ばすっていう、そこの戦術核を使うんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。 で、多分その戦術核を使う以外に、ロシアの勝ち筋がないっていうのも問題だと思うんですよ。もちろんその戦争をやめた方がいいよねとかっていうのは全然わかるんですけど、だからロシアとしてはそのプーチン大統領って、ここで負けを認めて引いたとしたら、多分暗殺されて終わりなんですよね。暗殺されるか失脚して、ひどいことになって終わりなんですけど、 その核を、戦術核を落としてウクライナが諦めた場合には、まだプーチン大統領としては政権維持の可能性があるんですよ。で、一応そのプーチン大統領の言い分としては、そのロシア人がウクライナの中で虐殺をされていて、それを止めるためにロシアとしてはウクライナに侵攻しました。で、その嫌々ながら戦術核を落としました。 その結果、ウクライナが降伏したので、ロシア人の虐殺が止まりました。なので、これはロシア人のためですよっていうストーリーであれば、ロシア人は結構納得する可能性が高いんですよ。なぜならテレビしか見てない人の方が多数派だから。まあ日本も一緒なんですけど。で、あの、えっ、ー、と、割と僕酔っ払ってて何の話をしてるのか忘れちゃったんですけど。 で、えーと、核を落としてロシアのプーチン大統領が生き残ってっていうパターンでいくか、もしくは、その、えっ、ー、と、プーチン大統領が失脚をするっていうパターンで、で、プーチン大統領が、その、割と、あの、パーキンソー病なんじゃないかっていう説っていうのが、割とまことしやかに言われるようになっていて、まあ、あの、僕も2日前ぐらいの Twitter で書いたんですけど、 で、その、あの、マクロン大統領が5時間ぐらいプーチン大統領談笑したんですけど、ちょっと昔の彼とは違うよねって話をしてて、で、あの、アメリカのその大統領側も割とそういう、あの、なんかプーチン大統領ちょっと人としてどうなのっていう状態になってんじゃないのっていうのがあって、で、あの、報道官の人が同じような質問を受けていて、その、要はアメリカの記者から、プーチン大統領もまっとうじゃねえんじゃねえのっていう質問して、で、 あの、一応その、あの、大、プーチン大統領の健康問題というのは、一応国家機密なので、で、その、ど、どういう状態であるというのはアメリカの国としては断言はできないけども、あの、危惧していますみたいな表現を確かしてたんですよね。なので、その、プーチン大統領実はもうちょっとおかしくなってるんじゃないか説っていうのも結構あったりするので、 で、そうすると、その、何を、要は、あの、ウクライナ本土に攻めないって言ってた人なんですよ。あの、ええー、とね、2年前かなんかに、あの、プーチン大統領が論文を出してるんですよね。要は、ウクライナとロシアというのは一つの家族である。で一応、まあ、ソ連の時代とかも含めて、その、あの、もともと、あの、ウクライナの、あの、キエフ公国、キエフ公国っていうところの文化が、あの、ロシアに行って、 で、そこら辺のその、ウクライナが実はブ、その、ロシアの文化を作った発祥のだよねっていう考え方もあるし、で、あの、ロシア正教っていうのも、あの、ウクライナもウクライナ正教っていう名前言ってる、言ってるんですけど、一応、ロシア正教とウクライナ正教っていうのが、その、キリスト教の中でも、その、同じ派閥なんですよ。ではプロテスタントとか、あの、その、なんか、クリスチャン、プロテスタント、キリスト、なんて言うんだっけあの、古い方。<laughs> あの、古い方と、ポルテスタントと、あとあの、イギリス、カトリックだ。カトリック、プロテスタント、で、イギリスだとイギリス国教、国教会ってなるじゃないですか。あんな感じで、その、ロシア正教会と、ウクライナ正教会とかいうのが一応派閥的に一緒で、なので、実はその文化的にもその、ウクライナとロシアってすごい近いところにあるんですよね。まあ、あの、昔スターリンが逆発したとかっていうのは置いといて、なので、その、プーチン大統領っていうのは、ウクライナとロシアは一つの家族であるっていう言い方をしてるんですよ。 で、一つの家族だから、なので、俺たち仲良くしようねっていう、だから、ウクライナは、ロシアに併合するべきであるっていう考えたんですよ。た例えば、その、沖縄と日本、日本というか、沖縄と本州って同じ日本語を話すじゃないですか。で、あの、50年、60年前ぐらいまで沖縄って日本じゃなかったんですよ。 でも一応まあ日本語も喋るし、じゃあ日本だよねっていう形で今んところいるんですけど、で、江戸時代とかにまで行くと、やっぱりその時代って琉球王国っていう別の国だったんですよ。なので実はその沖縄って今皆さん日本だっていうふうに認識があるんですけど、別の国だった時代っていうのが何回もあるんですよね。 でもまあ一応その、あの、日本人だよね、日本語だしって言って、まあうちなんちゅう何言ってるかわかんないんだけど、っていう感じで一応同じ文化も共有しつつあるから同じでいいよね、みたいな感じで仲良くやってるわけじゃないですか。なので、その、ロシア、プーチン大統領としては2年前ぐらいまでは、ウクライナは、そのウクライナ語とロシア語って割とその、あの、ウラル語系の語族で似通っていて、で、ウクライナの人はロシア語はほぼ理解できるらしいんですよ。 で、ロシア語の喋る人も、ちょっと訓練すると、ウクライナ語が大体喋れるようになるらしいんですよね。あの話を聞くによると。なので、まあ、えっ、ー、と、例えとしてちょっとずれてるかもしれないですけど、多分関西弁と沖縄弁ぐらいな感じだと思うんですよね。なので、その、僕沖縄、あの、関西弁を喋ることはできないんですけど、関西弁言ってる人の意味はわかるんですよ。で、まあ、あの、沖縄のうちなんちは何言ってるか本当にわかんないですけど、まあ、ある程度はわかるじゃないですか。 っていうぐらいな感じのその言語の違いっぽいんですよ。で、文字的にも大体一緒なんですよ。だ僕はあの、ウクライナに旅行に行ったことあるんですけど、で、僕、ロシア語は一応あの、読めるので、なのであの、駅名とかは一応わかるんですよ。ウクライナ語で書いてあったとしても。あ,あの、この駅名っていうので。っていう感じで、あの、文字は大体一緒なので、ある程度理解できるよね。なので、その、同じ家族だよねっていう感じで育って,、ね、あの言ってたんですよね、プーチン大統領は。 なので、その、じゃあ、ウクライナの中にロシアで虐待されてる人がいるから、それを助けなきゃいけないとか、で、じゃあ、その、ウクライナっていうのは別にもうロシアと一体なんだから、じゃあ、もうロシアの連邦の一つとして、ウクライナっていてもいいよねっていうところまでは、割とその正当性がある、その主張ではあったんですよ、プーチン大統領は。で、ところがどっこい,い、あの、虐殺始めちゃったんですよね。まあ、虐殺ではないんですけど、その民間人に対して、要はその、あの、 クラスター爆弾落としちゃったりとか、その、あの、子供殺しちゃったりっていうのを始めちゃったので、そうすると、ロシア人としても、あの、正当性がなかなか自分たちで説明つかないんですよね。で、あの、まあ、本当かどうかわかんないんですけど、あの、ロシアの兵隊で捕まった人っていうのが、ウクライナの人で捕まった人がいて、で、お前何してんだよと。要はその、ウクライナ人としても、ロシア人はある程度味方だと思ってたんですよ。 だからその沖縄と日本みたいな感じで。で、お前なんでロシア人なのにウクライナ攻めてきてんのおかしくねって話をしたら、そのロシア人の若者が、俺はモスクワにいると思ってたと。いや、その、あの、自分がまずどこにいるかが分かんないんですよ。だってその言われた通りに、なんかあの、搬送されて、じゃあお前これ乗ってこっち進めって言われて、言われた通り進んでるだけで、てっきり軍事訓練をしてると思ってたんですよ。で、軍事訓練をモスクワの近郊ですると思ってたらしいんですよね、その若者は。 あの、ロシアってめちゃくちゃ広いので、あの、要は土地勘ってない人は全くないんですよ。なので、その、あの、その中央ロシアとかに住んでる人っていうのは、なんかあの、連れてこられたら自分がどこだかわかんなくて、で、これから訓練やるぞって言われて、お少す、訓練ですねって言って進んでったら、で、これ撃てって言われてなんか撃ってて、で、あれなんか人死んでねみたいなので、おこれ訓練じゃねえじゃんっていう状態で捕まって、 で、お前何しに来たんだって言われて、いや、モスクワで訓練って言われてやってるんだけど、みたいなので、で、ウクライナ人にめっちゃ怒られる。で、怒られて泣いちゃうっていう。じゃあ、ロシア兵としても、その、要はあの、10代とか、その20代前半とかで、戦争したことない人がほとんどなんですよ。その、要はあの、ロシアって、その戦争っぽい戦争って実はしたことがなくて、あの、チェチェン紛争とかっていうのも、あれって、その、 一部テロリスト的な人がいて、で、そこに対して特殊部隊をバーンと送り込んで、あの、1日2日で制圧して、はい終了っていう、その、あの、作戦の一部でしかなくて、その、要はあの、他の国に攻め込んで、何日もそこを占領して、そこの国民を敵にするっていう訓練はしてないし、体験もしないんですよ。 なので、あの、ドンバス地区の映像で上がったやつがあると思うんですけど、そのロシアの兵隊に対して、ウクライナのおばあちゃんが、あの、お前らのポケットにひまわりの種を入れろって言ってる映像が上がってるんですよ。で、そのおばあちゃんっていうのが、まず、あの、その、丸腰で、あの、ロシア兵に近づいていくんですよ。で、お前ら何しに来てんだ帰れと。 で、その、あの、ロシア兵としても訓練で来てるだけで、いやいや、このおばあちゃん何なのみたいな。で、おばあちゃんがポケットにひまわりを詰め込めとかわけのわかんないこと言ってるんですよ。で、ちょっとあの、今訓練中なんで危険なんで離れてもいいですかっていうのが、その、あの、神戸学院大学の岡部先生の役なんですけど、どうやらロシア人敬語を使ってるらしいんですよ。ウクライナのおばあちゃんに。それは訓練で、あの、今訓練中だから危ないからおばあちゃん近づいちゃいけませんよ。 って言ってんだけど、おばあちゃん的には、あの、お前ら何時来てんだ帰るよ、みたいな。で、その、ポケットにひまわりの種を詰めろっていうのが、ウクライナって、あの、上が黄色で、下がああの、上が青で、下が黄色っていう旗なんですけど、で、それがあの、小麦の黄金と青空っていうところを出してて、で、あの、国の花がひまわりなんですよね、黄色い。 なので、お前らがポケットにひまわりの種を入れて死んだら、お前らの死体を養分にしてひまわりが育つぞっていう、そういうあのね、おばあちゃんなりの脅しなのかよくある表現なのかわからないんですけど、すげえ表現するなと思って。<laughs> いや、その、お前らの死体にひまわりが咲くために、お前らのポケットにひまわりの種を入れろっていう。で、おばあちゃんが言ってるっていう。でもその、ロシア兵としては、あの、お前ら死ぬぞって言ってるんだけど、でも、ロシア兵もおばあちゃんに対してちょっとどう言っていいかわかんないから、あの、ちょっと離れてもらっていいですかみたいな。あの、ロシア兵全然、あの、戦う気ないっていう、そういう状態なんですよね。まあ、素敵な表現って言っても、お前ら殺すぞ死ぬぞって言ってて、で、実際本当に4000人近くは、 あの、ウクライナの中でロシアの若い若者たちは死んでるんですよ。で、多分彼らの中で、あの、自分たちが何をして何のために死んだか分かんない人の方が多いんじゃないかなと思うんですよね。その、ウクライナに攻めに行こうぜ、おうって言って始まった戦争じゃないんで、その、なんか言われた通り、じゃあここに進め。で、ここを確保しろ。安全を確保しろって言われて、行ってたら、一度間にか撃たれました。攻撃されました。火炎瓶投げられました。死にました。捕虜になりました。 っていう状態なんですよだ。だ、ロシアのそのモチベーションめちゃめちゃ低いんですよね。で、ウクライナとしてはあのモチベーションめっちゃ高いっていウクライナって治安悪いのえっとね、今後悪くなります。あの、ウクライナで今刑務所に入っている人で、軍役経験のある人を解放するっていうのを、あの、大統領が言ってるんですよ。その刑務所に 刑務所を維持するのもコストがかかるし、刑務所にいる人でも軍役の経験がある人がいて、で、それだったらもう前線出した方がいいんじゃねっていうのがあって、なんでその刑務所にいるその囚人を銃持たせて前線に送り込もうっていうのをやろうとしてるんですよ。まあ、それはそれで正しいのか間違ってるのかちょっと僕はわかんないんですけど。要はその、犯罪はするけど、ウクライナを守るということに対しては共感するっていうタイプの犯罪者なのか、 あの、まあ、犯罪はして銃持ってるんだったら俺は逃げるぜっていう人なのかわかんないんですけど、まあ、ただ治安が良くなるかっていうと多少悪くなるなとは思います。はい。まあでも、あの、昔、ゲイフっていうクジラの布っていうあの、名前のおっさんが、あの、入れ墨がついてるおっさんがいたんですけど、で、あれは、スイコデンか。 なので、あの、要は、その、元々刑務所に入ってる囚人だったんだけど、あの、中国、その当時の中国の正義を守るために、あの、戦ったっていう人もいたりするので、なので別にあの、囚人が一概にその悪いやつで、あの、役に立たないかっていうと、そうでもなかったりするっていうのもあったりするので、なのでその囚人を使うっていうのが、その正しいのか間違ってるのかっていうのは、まあ、あの、多分、あの、歴史が判断することなのかなと思うんですけど。はい、ゲーフ、漢字で書いていただいてありがとうございます。はい。 あの、こう、あれ両方の部下じゃなかったというわけで、あの、すげえ酔っ払って、あの、あの、どうでもいい話も含めて、あの、話したんですけど、あくまでこれ僕があの、調べた範囲内での、情報を今説明しただけなので、あの、間違ってる可能性めちゃくちゃあります。なので、あの、なんか、鵜呑みにしないで、あの、皆さんご自身でお調べください。はい。